構想ルート日韓トンネルは日本の九州と韓国をトンネルで結ぶ構想、またはそのトンネルのことである。日本列島と朝鮮半島南部をトンネルで結ぶ構想は戦前大日本帝国が立案したこともあった。戦後は世界平和統一家庭連合系グループ事業の日韓トンネル研究会日韓海底トンネル推進議員連盟が 同トンネル構想の推進をしていた。その他日本の建設会社の大林仕組みが、ユーラシアドライブウェイ構想の一環として1980年代、当時に実現可能であった技術で構想していた。具体的な実現性については、建設にかかる費用とそこから生み出される利便について、様々な意見があり、またに官々の費用負担費をどうするかの議論があった。 2011年1月、韓国国土海洋部は、韓日海底トンネルは、経済性がないとの調査結果とともに、推進中断を明らかにしたが、その後も、韓国側の政治家により建設に向けたアピールが行われることがある。九州と朝鮮半島を結ぶトンネルを掘る、構想の原点は、1930年代に建てられた、大東亜住間鉄道構想であった。 これは当時日本領であった朝鮮半島の南端の普山府を起点とし、京城府を経て、安藤から当時の満州国領内へ入り、方天を経由して中華民国領内に入り、北京、南京、京林を経て、ハノイ、サイゴン、プノンペン、バンコク、マレー半島を通り、シンガポールに至る約1万キロメートルの路線を建設する構想であった。 さらに1940年代に東京下関間を結ぶ弾丸列車計画が立てられた後、1942年には東亜交通学会が設立され、日本本土から行き、津島を経て、不在へ至る海底トンネルを建設し、上記の大東亜縦貫鉄道と結んで、東京湘南間を弾丸列車で結ぶ構想が立てられた。日本本土側の起点は下関、博多、 呼ぶ子などが考えられていた。なお、1942年4月に満鉄東京支社調査室が作成した報告書大東亜重ュ鉄道に収む手では、日本側の起点を下関としている。実現に向けて、津島や域でボーリング調査などが実施されたが、これらの計画は第二次世界大戦の終戦によりすべて頓挫した。九百八十年代頃から、 韓国側で日韓トンネルを開策しようという声が一部の団体から上がった。1981年11月、韓国のソウルで統一協会の教祖、文鮮明が自ら主催する第10回科学の統一に関する国際会議において人類一家族実現の基盤にするために全世界を高速道路で結び、経済や文化交流を促進するとした。 国際ハイウェイプロジェクトなるものを提唱した。そして、その国際ハイウェイの最初の起点となるものとして、日韓トンネルの建設を提案した。その後、技術者の西堀英三郎、地質学者の笹康夫などが中心となって研究が始まり、日韓トンネルの推進団体として1982年4月に国際ハイウェイ建設事業団が、 翌1983年5月24日に日韓トンネル研究会が設立され保守政治家が賛同したとされた。これら保守政治家と反響という面でつながりのある統一協会ではこのプロジェクトのため信者に献金が奨励され借金までして多額の献金をする者が多く出ていると日本共産党員であった政治家の有田義夫は述べている。 2009年1月8日には、統一協会主導で、一般財団法人国際ハイウェイ財団が認証され、6月8日、同財団会長に、統一協会12代目会長の梶栗玄太郎が就任した。2010年現在、統一協会の内部では、日韓トンネルを日韓ハイウェイとも称し、1ミリ運動という名で、信者へ一口5万円の献金を促している。 1986年10月に、佐賀県東松浦郡鎮西町名古屋で、日韓トンネル名古屋調査車校が寄港され、470メートルまで掘られた。掘削に使われた機械は2010年諸島時点でも、入り口周囲に置かれたままになっている。ルートはおおむね戦前の弾丸列車計画時のものと、同じで、佐賀県の東松浦半島から行き、津島を経て風山。 または、巨彩島へ至る構想であり、全長は約 220km。道路と鉄道の併設を前提にしているようである。広報については海底を掘削するのではなく、コンクリート製のケーソンを一定の深度に並べて構成する人米トンネル方式が提案されている。1980年に大林組が発表したユーラシアドライブウェイ構想では、 東松浦半島から駅まではこの海域に、点在する壁島、片原島、那島を結ぶ釣り橋と、しゃばり橋を連続して建設し、総延長3 2トルの橋で渡る。駅から津島までは、青函トンネルと同様に6 0トルの海底トンネルを掘削して、津島の南端に上陸する。津島島内は地上を縦断する。島から富山までの海峡は、 最大水深が220メートルの津島トラフと呼ばれる海底断層帯が存在する上に地盤が軟弱であるため海底に地下を建設して円筒形のトンネルユニットを据え付ける海中トンネルを構想していた。なお、このトンネルは水深50メートルに設置するとしていた。日韓議員連盟会長の竹下登元首相が自民党での検討を指示したり、 羽田つとむ元首相も、実著で日本再生プログラムの一環として、日韓トンネル構想に言及している。1990年に訪日した韓国のロタイグ大統領や、翌1991年に訪韓した海部都市機首相なども、推進の意向を示すなど、日韓双方で話し合われた。1995年、国連エスカップがアジアとヨーロッパをつなぐ。 重断鉄道建設を推進する見解を表明した。しかし、日韓トンネル構想については言及されなかった。2000年には、韓国の近大中大統領が自治体主張会議で、海底トンネル建設案について肯定的な発言をしていると報じられ、同年9月の訪日の際、日韓海底トンネル建設の構想を、日本の森吉郎首相に提唱した。同年10月、 韓国ソウルで開催された第3回アジア欧州会合首脳会合で森吉郎首相が日韓トンネルの共同建設を韓国側に提案した。2002年、韓国政府は約700万円の調査費を計上し、交通開発研究院が同年4月から技術的問題点、日韓の工事費負担割合、韓国にとっての交通、物流戦略上の価値などについて、 分析を進めた。2003年2月25日には、韓国のロブゲン大統領が、就任式の直後の小泉純一郎首相との首脳会談で、北朝鮮問題が解決すれば、経済界から取り上げられるだろうとの旨を語った。同年、自民党では、政党アクションプログラムの一つ、夢実現21世紀会議において、実現に向けた、 政策提言を行っていたが、2008年度の自民党の機構図には、この会議は載っておらず、現在この会議が機能しているかは不明である。また、同年、自民党の外交調査会は、日韓トンネル研究会の高橋彦次、浜県会からヒアリングを行い、技術的には、実現可能との見解を示した。2004年8月17日には、韓国の建設交通省が、 約100兆ウォンとも見られている建設コストに見合う、建設の意味はないとする報告書をまとめていたことが報じられた。同報告書について、日韓トンネル研究会は、経済性は十分あると反論している。日韓トンネル研究会は同年、ソウルで開催された、第3回アジア7カ国土木会議の会場にブースを設置し、PR ビデオ上映やパンフレット配布などで、 海底トンネルの PR 活動を行った。2008年3月、自民党九州選出議員を中心に、日韓海底トンネル推進議連が発足した。2009年12月、韓国でリア・キヒロ大統領より2020年までの国土開発基本構想が発表され、日韓トンネルの研究が盛り込まれる。完成は最短で2010年より30年後とされている。 2011年1月、韓国国土海洋部は、日韓海底トンネルのリベントコストを比較の妥当性に関する韓国交通研究員の調査を受けて、経済性がないとの結果を明らかにした。2014年7月15日には、津島市伊豆原町に、日韓トンネル、津島調査車庫が設置され、同年9月11日に、オープン式典が行われた。2015年には、 津島高校の解説を受け、池市足部にて、足部調査車校の開発に着手。2018年3月31日、西南学院大学の野田淳子教授が、日韓トンネルの収支について試算。プロジェクトファイナンスの可能性を示唆した。2021年、韓国釜山市長選挙を通じ、野党側から、日韓トンネル構想が持ち出されて、同国内で議論となった。 2010年3月15日放送のやりすぎ、工事都市伝説 SP で日韓トンネルの真相に迫ると称する VTR が放送された。富山の加徳島から巨彩島に向けて掘作されているトンネルの工事現場を調査員フットボールアワー5藤が取材した。番組取材時、すでに 3km 掘り進められていた。計画を推進する。 釜山発展研究院研究院によると、日本の新幹線、韓国の KTX、中国の大陸鉄道、シベリア鉄道をつなげる構想であるとのこと、などが主な反対理由となっている。さらに、朝鮮民主主義人民共和国から中華人民共和国へのルートが確立される見通しが立たなければあまり意味がないとの意見もある。朝鮮半島が、 平和裏に統一されるか、北朝鮮の正常が安定し、中国まで陸路で至る、大規模輸送ルートが確立されればそのメリットが見込める。ものの、その目処が立たない現状では巨額の建設費をかけて、建設したところで事実上日本と韓国一国を結ぶだけのものになってしまい、建設費に見合わないばかりでなく、韓国の現状や日本の治安を考えても、デメリットだという意見もある。 日本、韓国とも首都圏の人口集中が進んでおり、現在、人的な交流が最も活発なのは、日韓双方の首都圏間であり、それならば、羽田空港とインチョン空港の空路を充実させれば、こと足りるはずで、遠回りであり、高速鉄道をもってしても時間がかかりすぎるトンネルを利用してわざわざ人の移動が行われるかという疑問も、ある。 否定的要因の一つに地震が挙げられる。2005年3月20日に福岡県西方沖地震が発生している。海中で活断層がずれトンネル内に海水が侵入した場合、現在の技術では救助隊の到達すらかなわない。主に日韓間、ひいては朝鮮半島の統一を睨んだ日本とユーラシア大陸各地の物流の活性化を主な推進理由としている。 大陸とつながることにより、地政学上、シーレーン防衛の負担が一部軽減されることが見込まれる。基本的には、物流の活性化が重視されているが、被害利権が、韓国南部と九州、中国地方に形成され、新たな観光需要が期待される、トンネルに併設されるパイプラインや、高圧送電線により、ガス、電力の多国間融通が可能になり、 エネルギー産業の発展が期待できるというのも推進理由に挙げられている。なお、1980年代に大林組がユーラシアドライブウェイ構想の一環として提唱した計画では当時の土木工事レベルでも可能であるとされているものの自動車道には来年期間の自動車を通す以上換気施設として人工島が5つ必要となるためこれを建設するとしていた。 しかし、そもそものところで、全長3 0 0トルにも及ぶ海底トンネルを自動車で結ぼうとする計画には、無理が多く、高速道路における交通事故全般、大規模な車両火災の発生時などの安全対策、等にも難点がある。このため、日韓トンネルのような海峡町大トンネルとしては、青函トンネル、英仏海峡トンネルで実績のある鉄道トンネルの方が、 現実的と思われる。2011年1月、韓国国土海洋部は、交通研究院の朝鮮半島と中国山東半島の異界をつなぐ、韓中海底トンネルと、釜山から津島、九州をつなぐ、日韓海底トンネルのリベントコストを比較の妥当性に関する韓国交通研究院の調査を受けて、経済性がないとの結果を明らかにした。国土海洋部関係者は、 今後、海底トンネルの建設をめぐる議論がなくなることを期待すると述べた。ありがとうございます。